今日はですね、わずか3分間で難しい哲学の面白さをお話しするという、まあこれね、3分間できるかいって言いたいんですけど、まあやりますけどね。そもそも哲学印象悪いですよね。難しい、おもろない、役に立たん、キモい、うざい、太ってるって俺のことって言いたくなりますけれども、両方多分印象が悪いんだと思います。今日ちょっとその印象をね変えてみたいと思いますけれども、哲学ってほんで何やねんっていう話なんですけれども、哲学っていうのはですね、決して難しい本を読んでなんか考える、そんな学問じゃありません。哲学っていうのは物事の正体を暴く学問なんです。まあ言ってみたらシャーロック・ホームズと一緒ですね。ちょっと興味出てきました。例を挙げたいと思いますけれども、皆さんこれ何ですか？これはペンですよね。これ同じ質問を私小学校でやったんです。この正体を暴こう言ってですね、聞いたんです。で子供も言ってくれました。これはペンです。で聞いたんです。ペンって何？だこのおっさんアホちゃうみたいな顔してましたけれども、アホじゃないです、一応博士ですから。で私質問変えました。ペンって何するもんなんて聞いたんです。だこういうふうに言ってくれました。それはまあなんか書くもんです。そうですよね、なんか書くもん。なんかって何書くんって聞いたわけですね。だ子供たち考えてこう言ってくれました。ああそれは心の中のこと、思っていることを書くもんです。なるほど、心の中のものを書くもん、いい感じになってきましたね。でさらに聞いたんです。書くって何なんって聞いたんです。またキョトンとしてましたけど、しばらくしてある子が言ってくれました。書くっていうのは先生、文字で形で表すことです言ってくれたんです。なるほど、これは心の中のものを形にするもの、そういうもんなんですね。で最後こういうふうに聞いたんです。できたらもっと短く、ほんまに大事なとこだけ拾ってまとめてみて。子どもたち考えた挙句にこういうふうに言ってくれました。心を形にするものです。素晴らしいですね。この答え子どもたちが自分で導き出したんですよ。私がやったのは質問することだけ、まあ、そんなこと言うたらね、哲学者って質問するだけと思われるかもしれませんけど、古代ギリシャの哲学者ソクラテス、哲学の父はまさにそうやって質問をすることによって、若者たちに哲学を教えていったわけですね。ですから哲学ってそういうもんなんです。ものすごい簡単でしょ。世の中の、わけのわからんもん、怪しいものをどん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 質問をすることで暴いていくっていう営みなんですね。これなら皆さんできると思いません？これがペンですっていう答えから、心の中のもの、心を形にするものですなんていう素晴らしい正体が導き出せたわけですから、もう何でも導き出せますよ。まあそんなことを言ってたらですね、怪しいもん周りにいっぱいありますね。なんかあります？あ、そんなこと喋ってるお前が一番怪しいみたいな顔されてますけれども、私は怪しくないですから。嘘やと思ったら皆さん今日家帰ってググってみてください。小川仁志、こう出てきますから。お笑い芸人、なんでやねん。